はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時半ですね、8月の3日水曜日でございまして、雨がね降りました。雷がゴゴーンとなってですね、雨降るやんと。3時半ごろ目覚めたんですけど、3時過ぎかな、雷鳴ってると思いながら目覚めましたらですね、ガンガンと雨が降ってました。でも涼しなってええわと思って、でもまだ温度高いですね。千代田区32度ですって。まだね、まだサッシ開けられへん。まださっきまで冷房入れてました。この部屋の中やっと27度でございます。さて、行きましょうか。連合ニュースでございまして、韓国のですね通信社のサイトですね。まだまだ日本語サイトを作っていただいております。おかげさまで私も読めます。はい、北朝鮮米下院議長訪台はハレンチな内政干渉、中国を支持という。連合ニュースってね、まあ、向こうのメディアとしては割合に一本の記事が短いからね好きなんですけどね。ちょっと読みましょうか。米国ナンバー3の要職のペロシ下院議長が2日夜に台湾を訪問したことを受け、北朝鮮は3日米国のハレンチな内政干渉行為と非難するとともに中国の立場を支持した。外務省報道官が中国中央通信記者のインタビューに答える形で表明した。報道官は台湾は中国から分離できない一部分であり、台湾問題は中国の内政に属する問題との認識を示した。ペロシ氏が台湾を訪問すれば強い対抗措置を取ると中国が警告してきたことに触れ、米国のハレンチな内政干渉行為と意図的で政治軍事的な挑発策動こそ、今この辺でやめましょうとりあえずですね、北朝鮮がですねペロシ下院議長の台湾訪問についてですね、中国側の立場を全面的に支持してですね、アメリカを非難していると、ハレンチな行為というように非難しているということですね。はい、北朝鮮は中国とつながりの強い国ですから、まあ、中国側を支持するのはまあ当然といや当然なんですが、実はそうでもないんですね。我々から見ると北朝鮮ってですね、中国と仲がいいように見えるんですけども、仲が悪い時期もあったわけですね。昔盛んにですね核実験をしていた時期、以降8、9年ぐらい前ですかね、盛んにやってました。でそこで国連がですね非難決議を出して、北朝鮮制裁決議を出しました。そういった非難決議、制裁決議に対してなんと中国は拒否権を発動せず、ですね、賛成に回ってるわけです。ロシアもそうです。だから非難決議は採択をされています。で制裁決議も採択されています。あの時中国と北朝鮮の関係を最悪やったんです。なぜかと言いますと、中国は北朝鮮が核保有国になることに対しては反対の立場なんです。だからそれはやめとけということですね。そうすると北朝鮮に対する援助も止まっていたわけですね。そういう時期もありました。ところが、まあ、トランプ大統領になってですね、トランプさんとのですねトップ会談が開かれました。2017年と18年やったかな、開かれまして、その寸前にですね、最初はシンガポールのでの会談だったんですけども、その直前に豚はですね、豚って三男坊はですね、3回も4回も中国に行ってですね、習近平と対面の会談をしてですね、何か教えをこうて、その場でメモを取るなんてことをやってのけました。つまり教えをこうてるということをしっかり示したわけですね。そこでちょっとだけが関係が良くなります。で情けないことに北朝鮮国内からですねシンガポールまで飛んでいける飛行機がない北朝鮮には高麗航空っていうのがあるんですけども、これはですね北京と平壌の間しか飛べないんですね。今はしかも飛んでいません。でシンガポールまで飛べるんかっていうとちょっと心もとないわけですねははっていう感じですけど、
なんで、中国が飛行機を貸してくれたなんていうこともございました、まあそうやって再び仲良くなったんですけども、ここ最近コロナになってからですね、北朝鮮側から国境を閉じました、これは2020年の2月か3月でしたね、もうコロナ入れへんとか言ってですね、国境を閉じたんですね。で、物の行き来もなくなったわけです。これはメンツを潰されてますね、中国は。何やねお前らみたいな感じですね。で、どうやらですね、中国と北朝鮮の間はですね、この、その後冷え込んでいます。今年の最初頃にこう、ワンルートだけ、鉄道の一ルートだけ、開通行き来が戻ったというようなこともありましたけども、今まだ止まってるという話もあります。まあ、ようわかります。よう分かりませんけども、まあ、以前のようにですね、国境貿易を盛んにやっていたということでは全然ないわけです。かなり冷え込んでるんですね。で、今北はですね、未曾有の危機にありましてですね、多分100万の単位で食べ物が足りない方がですね、あっち側に行っているという状況にあると思います。もうそれこそ国難ですね。で、やっぱし欲しいものはですね、食料と医薬品なんです、そういったものが全く足りていないんですけども、国連の制裁を受けている手前ですね、中国は表立って援助を受けることができないと。で、北は盛んにですね、密貿易みたいなことをやるわけですね。背取りをやるわけです。これムン・ジェイン政権の時には盛んにやってたんですよ。お隣さんの海軍が護衛までしていたわけですね。しかしだん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 それができにくくなって、政権も変わりました。ユン・ソンニョル政権なんて多分それはほとんどなくなってると思うんですね。で、どんどん苦しくなっている。そのどんどん苦しくなっている北朝鮮がやっぱし頼れるのは中国しかないと。で、中国に盛んにですね、尻尾をプリプリプリと今振ってるんですね。その一つがこれではないかなと思うんですよ。北朝鮮ってね、普通ね、そのアメリカと中国の関係なんかにはほとんど触れないんですよ。などうでもいい話、どうでもって関係ない話でしょ、もう大きくは関係ありますけども、こういうペロシが台湾に行ったなんて、台湾とアメリカと中国の関係なんて別に北側にとったらどうでもいい話なんですね。それをね、李即でね、非難声明を出すということはですね、これはですね、中国にですね、頑張ってるよ僕ってちょっと見てみてとかってアピールをしてるということなんですね。なんでアピールしなあかんかっていうと、なんかもらわなあかんからですよ。何かしてもらわなあかんわけです。何をしてもらうかというと、多分援助が欲しいわけですね。だから相当困ってるんちゃうかなと。このニュースを見たとき私はそう思いました。おお、珍しいやんと。要は北がね、李即、中国の立場をですね、支持してですね、それを表明するなんていうことはですね、まあないことはないんですよ。ないことはないんですけど、私から見ると珍しい、珍しいということはつまり、何かのそこそこに意図があるわけです。今だから水面下で北朝鮮と中国は援助して交渉をしてるんちゃうかなと。これちょうだい、あれちょうだい、なこれちょうだいとか、その代わりこうするしとか、ああするしとか、まあそういうですね、交渉をしている最中でして、で、そんなんね、リップサービスですやん、中国の立場を支持するとかっていうのは。別に それに何かこう差し出すものがあるわけではないんでしょ。で、中国という国はそういうことをしてもらうとですね、なんせ仲間のいない国ですからね、中国っていうのは。国際社会で中国を全面的に支持している国っていうのはもう、カンボジアとパキスタン以外ないんですよ。で、カンボジアとかパキスタンってへでもない国でしょ。吹けば飛ぶような国なんですね。まあ、言い方悪いですけど、つまり、まともな国で中国の UFO ってロシアぐらいなんですよ。で、ロシアは今ウクライナで忙しいでしょ。で、ロシアっていちいちこんなことでですね、声明を出したりしないんですよ。頼みはしてくれるかもしれんけど、みたいな。まあ、めんどくさい相手なわけですね、中国にとっては。で、北朝鮮はこういう時に尻尾をピッピッと振ってくるわけですよ。ポチなわけですよ。ポチになるんですよ、時々ね。時々歯向かうんですよね。時々歯向かうんですけど、ポチにもなると。だから、おう、かわいいやっちゃと一瞬思うかもしれんと。まあ、北朝鮮はそれを狙っているわけですね。だからね、いろんなね、北朝鮮情報入ってきますけどね、多分かなり追い詰められてるんちゃうかなと。あるいはこれから核実験をやるから許してねという合図なのかもしれませんけどね。まあその辺はよう分かりません。よう分かりませんけども、何か北朝鮮はですね、中国に媚びを売るこう理由があるんだろうなと。
私は多分援助欲しいと思うんですけど、まあまあこれから核実験やるしなって、ああ多めに見てなということもあれ考えられます。まあ両方かもしれませんけどね。はい、ということでこれ貼りませんので、連合ニュースでございます。北朝鮮、米下院議長訪台はハレンチな内政干渉、中国を支持という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。